ふり散歩。じゃあ、はい、2軒目終わりましたんで3軒目移動したいと思います。いや、2軒目もなんかちょっとまた違う感じのお店で ね、そうですね。徹底したこう中国語の中国語で日本語が全く通じない、ね、面白かったですね。面白かったですね。なんか、うん、まさか池袋のこんな駅前で、はい、ね、味わえると。そう、駅から近いんですよね。もう徒歩30秒ぐらい、うん、ね、ほんとほんと本当に近い。本当に近い。この辺も北口で、うん、結構ねこの辺はよく飲みに行ってますか。行ったりします、うん、ビルのホテルサンシティのなんか2階の伯爵というコーヒー屋さんは、はい、今は24時間営業してないんですけど、はい、ここのコーヒー屋さんも24時間営業で、であと下の大都会っていう激安の居酒屋も、大都会大都会って居酒屋、うん、ここもまあなんか24時間営業で今やってないですけど。あ、すごいな。そうそう。じゃあ3軒目の香港世紀さんに着いたんですけど、はい、ちょっとこう上が雑居ビルになってる建物で、一瞬してもちょっと雑居ビル本当にこの地下にちょっと本、こうスイーツのお店がまあ実はあるんですよ、うん、なので早速行きたいと思います。すごいね。そうそう、ちょっとね、怪しいよね。一見入らないですよ。そうそうそう、怪しいっすよね。怪しいっす。ほら、ホストがあるし。そうそう、ちょっと隠れ部屋に来た感じ、で、ちょっとここを移設すると、はい、はい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 、なんかこの、見てるよね。それなんかちょっと香港の地下鉄みたいな。あ、本当だ。そう。ユーストパレットっぽい感じなんですけど。で、ここがもう入り口になります。はい。ブリ散歩。三軒目は、香港世紀さんに、はい、訪れしました。お願いしました。で、まあ香港のスイーツは味わえるんですけど。ちょっとまずは、まあちょっといろんなスイーツ食べたいなと思って、うん、で、まあ、三宅ちゃんがココラが好きなんで、ちょっといろいろココラって全部してメニューを頼みたいと思います。はい、じゃあ、何に最初行きますか。そうですね、飲み物を、飲み物をちょっとね、これココナッツウォーター。ココナッツウォーター。そう、これね、お店でこういうの飲まない。飲まないです。飲まないから、これちょっと飲んでみたい。ちょっと気になりますね。うん。じゃあ、すいません、最初にココナッツウォーター2つ。ココナッツウォーター。はい、はい、2つ最初にお願いします。なんか、やっぱこっちの方の、この食べ物って、うん、さつまいもとかタロイモとか、なんかその、うん、果物とかいっぱい使ってるからなんか健康そうな感じがしてまたいいんですよね。たまらないですね。はい、すいません、じゃあまずココナッツウォーターで乾杯で。いただきます。めっちゃ美味しくないですか。すごい。美味しい。コンビニとかで行った時ね、ココナッツウォーターが流行ったじゃないですか、はい、なんかね、それよりずっと飲みやすいです、うん、じゃあ次、ココナッツ、あ、もう行っちゃいましょうね。これとこれですかね。そう、私ミルクケーキはちょっとめちゃめちゃ気になってたんですよ。これはね、もうね、すごいおすすめで、うん、ね、話題になってるけど、ちょっとね、全然食べたことがないから、うん、なんだろうと思ってたんですけど、うん、なんかね、粉チーズみたいなのかかってるんですよ。そうなんだ。粉チーズっぽいのがかかってる。俺多分チーズだと思うんですけど。私たちのね、味覚がそのチーズのチーズになってしまうっていう。またさっきみたいに ね牛乳と卵だけかもしれないし、わかんないんですけど、チーズの呪いがかかってる可能性あるんですけど。まあ、行きましょう行きましょう。どうしようか、うん、ココナッツプリンが一つとミルクケーキ、ミルクケーキ一つ、はい、あとはなんかおすすめのものってありますか。黒餅入れ目の、じゃあ、あ、美味しそう。じゃあこれ一つ、はい、すごいですね、なんかね、こんな可愛い店があるんですね。可愛、うん、いですね。こんなの美味しい。
ってるのかな。ココナッツプリンです。うおー来ました。カニコも食べられますので。マジっすか。うわマジで。ここはもう三宅ちゃん持ってほしいね。ココナッツプリンです。ココナッツプリン、もうこのままガッツリいっちゃってほしいですね。でかいでかいでかい。じゃあ、こちらがあのココナッツプリンになります。はい、アイコンミルクケーキ。おー、はい、来ました。ミルクだ。じゃあ、であとちょうど来た商品がこちらが、ポンポンミルクケーキになります。そう、なんか上がチーズがかかってる。そう、チーズみたいな、粉みたいな、そこらみたいな。そう、まだチーズと断定するのは早い。じゃあちょっとそのココナッツプリンかな。ココナッツプリンいただきます。ああ、なるほど。おー、黒糖かな。やば、これはすごいっすよ。いただきます。はい、おいしい。あ、おいしい。もう笑顔が物語ってます。めっちゃうまい。おいしい、ほんとトロトロでございます。トロトロでございます、はい。ね、こう上にかかってるのもね、多分ねココナッツのね、なんかなんだけど、カニかな、なんかカリカリしてる。あ、美味しいこれ、本当に。これね、この量で、ね、食べれるかどうか不安だったけど、これはいけますね。いけますか。割といけますよ。あ、どうぞどうぞ。あ、いいですか。どうぞ。じゃあいただきます。こ、はい、れ、あ、取れました。じゃあいただきます。なんか結構さ、濃い感じするけど、うん、全然食べれますよね。全然なんかこれだけで。そう、うん、すごいね。割と思ったよりすっきりしてる感じだから、うん、いいっすね。いや、これは食べやすいっすね。伺いきます。伺いきます。後ろ失礼します。はい、ドリゴモチのココナッツ。うわー、やばい。かき混ぜるんでしょ。はい、おすすめ。これはすごいね。うん、これが、黒もち米ココナッツミル。あ、黒もち米のココナッツミル。うん、この後行ってみますか。あ、行ってみますか。じゃあミルクケーキ。ミルクケーキ。はい、香港ミルクケーキから行きましょう。はい。ちょっとね、これが未知の食べ物なんですよね。ケーキと言いながらすげえ餅みたいな。こうやって食べる。なんかね、うん、1個でも食べちゃうんですよ。普通にそれで、うん。いただきます。何これ。なんだ。あ、美味しい。ね、そうそう、これなんかね、でもチーズっぽいでしょ。確かにチーズ。ほらは。いや、あ、違う。味はね、味はミルクだ。そう、ミルクです。ミルクで、あ、美味しい。何の味だこれ。なんかね、ほら、ミルク寒天とかじゃないですか。あれとはまた違ってね、はい、なんかね、もちっとしてね、なんか、なんて言うんですか、食べてる。なんかこう、見た感じはんぺんっぽいんですけどね。あ、ほら、やべえ。すいません、また落としちゃった。大丈夫です、大丈夫です。年齢ありますか、今度は。年齢ありますか、うん、じゃあ、いただきます。はい、うん、うまい。うまい。なんかあれ、あれだ、ココナッツのさ、あれじゃないですか。あ、なんかかかってんじゃないですか、これ。うん、さっきココナッツ食べたから分かったけど。分かんない、これココナッツミルクじゃないですか。そうなんですか。あ、そうなの。そうなの。これね、あんまり私たちが憶測で語ると怒られそうですか。間違ってるかもしれない。美味しい。じゃあ美味しい。うん、なんかね、食感はチーズですね。うん、チーズという理由は。食感はチーズっぽい。わかります。なんか見た目ははんぺんっぽいですけどね。え、ほんと揚げる前のチーズみたいな、チーズの天ぷらに、チーズのフライの揚げる前みたいな感じだけど。それね、不思議な感触なんですよ。うん、
これは、黒もち米ココナッツミルク、はい、よく混ぜてくださいって、はい、これ美味しそうですねそうですね、お店の方おすすめの商品になってます。あ、これね、そう重なって、そう 言った瞬間みんなが美味しそうっつってね声出しましたから、あ、美味しそう、黒もち米、うわすごい、ね、いただきます。甘い、美味しい、なんかね、うん、あのね、プチプチしてるんですよ、もち米が、もち米が、うん、なんかこう見るとちょっとタピオカっぽく見えないですか。そうですね、もち米なんですけど、うん、いただきます。意外とあったかいですね。そうですよね、あったかい、そう、あ、でも食べやすいね、うん、美味しい、なんだろう、不思議な食感ですね、うん、なんかあのタピオカはムチムチしてるんだけど、うん、これもち米だけどなんかね、穀物っていうかね感じがするからね、うん、食べ応えがあってね、美味しいし、うん、いっぱい食べれそう。そうですね、うん、これはいいっすね、いいっすね、いいっすねココナッツミルクとか好きな、もう目焼きにとったらもう何でもここはもう美味しい。そうっすね、なんかもう私こういう穀物系のものが入ってるものとかもすごい好きなんですよ、うん、だから、うん、全部ストライクだと思います。 あ、うん、ありがとうございますステーキ池袋駅北口から徒歩5分、香港スイーツが味わえます。大久保にも店舗があり、池袋は2店舗目、雑居ビルの地下1階、ココナッツプリンやエッグタルト、ミルクケーキが絶品で、スイーツ好きな方は必見のお店です。チャンネル登録お願いします。